81.5 Radio Suite。ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。令和元年6月19日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしております。今日のご相手は私えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵吉田秀蔵でお送りします。はい、よろしくお願いします。令和2回目です、はいはい、いい響きやね。そうですね、いい響きやと思います、はい、慣れてきました。あの令和って打ったら最初ね変換されませんでしたけど、うん、もうまあサクサクっと変換されるようになりましたしね、はい、あなんかいいなと最近思ってきました。はい、はい、梅雨です。梅雨ですね、はい、大好きなんですよ梅雨。毎年言ってるんですけども、私はあの雨がしとしと降ってるのがねとっても大好きです。で私は嫌いなんです。ステゾン君は嫌なんです。嫌なんですね。このなんか風流さというの、おつな感じが分からへんって、もう子供ちゃんやわ。そうですか、うん、このなんかね梅雨の匂いがするの、この匂いが嫌なの。嫌なんですよね。子供ちゃんやわ。そうですか。違う、もう全然違います。もう緑の匂いっていうの、うん、正確にはまだ梅雨入ってないんですよ、うん、もうね私にはもうそろそろする梅雨の匂い、カビの匂いと全然違いますって。僕はカビだですね入ったはいはい、ブルじゃない。で梅雨といえばやっぱアジサイですよね、はいはい、アジサイは綺麗と思いますか。あれも鬱陶しい、まあ、もう嫌なの。普通ですね。普通なん、はい、あんなに頑張って咲いてるのに、うん、あでっかいよ結構。そうですね、うち庭にねちっちゃいのが咲いてます。いいでしょ、風情あるでしょ、まあね、ほったからしにしとくんですけどね、毎年ちゃんと咲いてくれます。でね、アジサイってさいろんな色あるじゃないですか、はい、それはよく知ってると思うんですけどね、あれ土壌が酸性かアルカリ性か量が違うんですよ。うちピンクなんですけど、ピンクは何なんですか。ピンクはどちらかというと、はい、アルカリ性です。アルカリ性ですか、はい、で青の方が多いじゃないですかね。あ、そうです ね、 あの日本の雨はねだいたい酸性の雨が多いんですよ。じゃあなんでうちピンクなの、うん、そう、なんかいい雨降ってるんじゃないですか横田んぼですけどねあのね、アルカリ性っていうのはね、あの石鹸を思い浮かべていただいたらいいんですけど、はい、灰なんですよ、灰。あ、はいはい、石灰、はいはいそれしたね、洗うとこたまたま石灰とかが混ざってたりすると、だから石灰質の山の近くとかだとアルカリ性の、ね、なんか山の下の石があるような山の下のお寺のアジサイは赤系が多かったりするわけよ。だから多分石灰とか系の土地なんじゃないですか、こっちの。ものすごいピンクですか。あ、そうですか。じゃあそこら辺の土ね、あのかいいと思う、石鹸代わりになるので、それで頭洗ったりとかやっちゃってください。もう、はいはい、よかったですねもう風流な話してるのにやだもうということで今日は、ね、素敵なゲストさん来ていただいてるのね、はい、バカ話はさっさとやめて、はい、あのゲストコーナーに移りたいと思いますので、はい、とりあえず今日の1曲目をご紹介したいと思います、はい。7月にスイスから来てくれたスイングキッズの話をしたと思うんですけれども、あのスイングキッズはこの4月にあの日本に来た時、新しい CD を持ってきました。新しい曲をね録音した CD を持ってきまして、今日はその中から曲を聴いていただきたいんですけども、あのせっかくこう癒しの季節なので、彼らはジャズなんですけれども、ちょっと違う曲を聴いてもらいたいと思います。ね、アルプホルンって知ってます？スイスの山でね、長い棒、長い棒、ブワーッと長いやつとプーッと浮いてるやつ、あれね、アルプホルンって言うんですけど、木でできてるんですね。あの音階がちょっとしかないから、あの使える音がちょっとしかないので作曲するのはなかなか難しいんですけどね。そのスイスに、リサ・シュトールって女の子がいて、すっごい可愛い女の人なんですけど、彼女がね14歳ぐらいの時にこのアルプホルンの大会で優勝して、あの世界的にねこのリサ・シュトールで弾いたらいっぱい出てきます。で
彼女も一緒にスイングキッズと来日したんですね。でその時あの長い長いアルプホルンを持ってきた。あれ分解できるんですね。分解してね、あのちゃんと持てる大きさになってました。でそれをカーって吹いてくれたんですけれども、そのアルプホルンをスイングキッズのジャズの子供たちと一緒に演奏する曲をあの大木本さんが作られ作曲されて、それを演奏してるという曲です。で題名がね、ボッサビッサリサって言うんですけど、これはねボッサはボサノバのボッサですよね。でベラっていうのは綺麗っていうことです。美しいっていうことです。だからあの早く人間になりたいってやつで、ベラベラってあったじゃない、お母さんベラだったよね。うん、ベラっていうのは綺麗っていう意味です。はい、でそこにリサがついて、ボッサベラリサっていう曲です。あのすごい変わった音も入って面白いので聞いてください。聞いていただきました、スイングキッズとソロはリサさんでした。アルプホルンの音、あんな音です。はい、はいはい、
それではお待たせいたしました。なんかたくさんの方を見ていただいているようですけれども、ゲストを紹介したいと思います。アイランドビューティーズフラハラフの田中敦子先生です。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。田中敦子です。上品上品すみません、遠いところありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます、はい。この番組はミュージックボックスという題名で、まあ、音楽 の、 番組なんですけれども、はい、今日は フラの、はい、先生に来ていただきました、はい、フラのお話をしていただきたいと思います、はい。なんかフラって分かってるような分かってないような、なんかね、知らない、私たちもそうです、私もそうでしたけど、フラダンスとか言ってましたしね、うん、フラって踊るってこと、そうです、ね、ダンスダンスって言ってるんですね、はい、それですね。そういうちょっとすいません、今日は底辺に降りてきていただきまして、はいはい、初心者にね分かるようなフラの話もしていただこうと思います、はいはい。じゃあまずその田中先生の自己紹介みたいなのをご自分でちょっとしていただくというとどうなりますでしょう、はい。お願いします。今ちょっと京都と滋賀の方で教室を持っておりまして、はい、フラを始めたといいますか、それはうち両親が、もともと父がハワイアンバンドを、学生の頃からずっとやっておりまして、はい、で就職とか働き出してからも趣味でずっと続けてたので、はい、でそれを家で練習してたんですよ、みんなが集まって。で、まあ、ずっとなんか家にハワイアンが流れてるというような状況で育ちまして、で、まあ、母が子育てが終わった頃に、趣味を持つなら同じ夫婦でね、同じものを持った方がいいんではないかということでフラを始めたんです。それがまあ35年ほど前になるんですけど、でそれなもんで、だから家でずっとほとんど日常的にフラとハワイアンがあったというような状況で、はい、流れたので、自然にちょっとその道に入っていくという感じになったんですけど。そうですか、うん。じゃあ、まあ、それがフラとの出会いっていうか、うん、ハワイアン音楽との出会いだったんです ね、 そうですね。お父さんもちなみに楽器は何をされた？ギター、バンドではギターなんですけど、うん、まあ、ウクレレもスチールギターって言って、はい、ちょっとハワイアン特有、はいはい、っていうやつですね。そうです、そうです、ね、それも弾きます。うん、あれ一番なんかハワイっぽいですよ ね、 そうですね、日本人が思う、うん、そうですね。そうですか。じゃあ出会いはもう自然な出会い、そうですね、ですよね、ありましたね。でもそれがもうなんか自然と受け入れられたっていうのはね、なんか合わなかったら全然合わなかったやろうけど、なんか感性に合わはったんですね。そうなんですかね。でも最初学生の頃とかはあまり興味がなくって、うん、そうですか、全然その、まあ、父と母がやってる趣味っていうぐらいで、うん、自分はあんまり関係ないよねって思ってたぐらいなんですけど、まあ、ハワイ旅行とか行くじゃないですか、うんね、いいなそれ、時代的にバブルの時代やったんで、 で向こうで、まあ、プール泊まってたホテルのプールサイドとかでそのショーをされるわけです、はい、向こうの方が、はい、それがものすごく綺麗で、うん、すごい感動して、それやっぱ本物にね、最初から触れられたっていうのが、っていうのがすごかったんでしょうね、ね、うん、なんかちょっとずつ興味を持ち出して、うんうんうん、で最初母に習い出して、でその後母の先生が大阪にいらっしゃった日本人なんですけど、ハワイにずっと住んでらした方が、はいはい、で日本帰ってこられて、うん、教え始めはって、で母がそこに習いに行ってたんですけど、で母が徐々にちょっと年も行ってきたので、うん、私が代わりに習いに行くようになって、そうですか、ね、ちょっとどんどんとのめり込んでいったという感じです。その今お教室とかねいう話が出てるんですけど、その教室のことを払うっていうんですよね、うん、そうなんです。そのちょっとフラ用語がね分かると、うん、すぐ近く聞こえるのでちょっとフラ用語で喋ってもらって分からない言葉説明してもらいながらね、はい、ぜひフラーにググッと近寄ってきて、はい、でゾウ君も、はい、でそのちょっと踊ってらっしゃって、あこれどこのフラウみたいにちょっと言ったらなんか知ってるやんみたいに思われるから覚えましょう、うん、すいません、フラウは、フラウはね、まあ、大きく言えばお教室のことなんですけど、感覚で言うと
お茶とかお花の流派があるじゃないですか、うんうん、あの流派のことみたい、のことですね、同じ曲 のフラでね、踊りでもね、流派が違うと全然違うんですよ、うん、そうなんです。でそのお茶とかだったら、何そのお師匠さんみたいな人が踊りやったらいるでしょ、うんうん、でそれを組むって言うはるんですよ。そうなんです。いうところのお家元的な立場の方を組むという、覚えてね、もうあかんみたいなのついた、ね、組む払うですねそういうことですね。組むはその人に対して言うことで、払うはそのお教室のことを払う。そう、うん、組むは家元さん、うん、そうで、もうね、全然そのハワイにおられるいわゆる家元さんみたいな方に全然会わないで、日本でずっと踊りこちらの教室で習ってるっていう方ももちろんおられると思うんですよ。でもある程度こう追求していかれると、うん、やっぱりハワイに行って直接習いたいとかね、そうそうそう、お会いしたいとかね、そういう風になっていかれるんですよ、うん、でちなみに理解ちなみにですね、じゃあ田中先生とこのハラウのお名前がさっきご紹介した名前が、それがハラウの名前ですよ。アイランドビューティーズフラハラウがうちの、うん、私のお教室の名前、うんうん、でクムのお名前は何ですか。クムの名前はラニガールカレキアーロって言います。でハワイのオアフ島のイリマフラスタジオの主催をされてる方なんですけど、わかりませんよねあでもなんか聞いてるだけでハワイっぽくなってきたよね、なんか聞いてるだけで青い海がね、見えてきました。来た、よかった、それはヤシの木がわーってなってきた、ね、なってきた、なってきた。カステラをかじってるような、なんでカステラ、カステラ、ね、長崎でしょ、カステラ。いや、ハワイはパンケーキじゃないですか。あ、パンケーキ、甘いね、うんうん、なんかそういったものをイメージなんですね。こうイメージ しますね。いいね、いいね、浮かびますね、うん、浮かぶ、うん、ということで、はい、その最初は、まあ、お母さんに習ってらっしゃったという、まあ、生徒さんの方側だったのに、今はね、あのアイランドビューティーズフラハラウっていうお教室の、まあ、主催者っていうか、うん、一番トップでいらっしゃるわけで、教えてらっしゃる方なんですね、うん、そっち側に行こうとしはった、そのなんかやっぱり決心とかいると思うんですよ、うん、まあ、母がずっとやってたんですけれど、うん、ちょっとまあそれなりに年も高齢になってきますし、うん、まあ、当初最初の頃ってハワイに直接行って習ってたんですね、はい、うん、年に数回行って、で今はもうハワイから来てくださるんですね、うん、クムが。なのでそんなに大変ではないんですけど、昔はやっぱりたびたびハワイに行かんなことが多かったっていうこともありますし、で、あとこうフラブームとかになってきて、はい、出演するイベントとかもどんどん増えてくるんですね、うんうんうん、でそうしたらそういうの事務的なことがなかなか母ではもう最近ですと、はいはい、メールのやり取りでとか、データを送ってとか、音源ももうそんなね、いちいちカセットテープの時代の人なんで、そんなんでするのももうできなかったので、そういう事務的なことも全部もうできなくなってきてたので、でそうしたらもうちょっと私がメインで動いた方が動きやすいかなっていうんで、だいたいもう何年前かな、10年経つかな、経たへんぐらいから一気にこう変わったわけではなく、ちょっとずつちょっと主催という形でやるようになったんです。生徒さんもだんだんね、うん、気持ちの中で自分の先生っていうのが移っていかれたんでしょうし、自然な、じゃあ、そうですね、変わり方だったんですね、うん、で母も別にそこで教えるのをやめてはいなくて、うん、いくつかのそのちょっとお年いった方たちの分のクラスはまだ受け持ってたので、はい、なんか理想的なね、うん、そうですね、移り変わりですよね、うんうん、そうですか、うん、なるほど。じゃあちょっと分かってきた？はい、うん、見たことありますか？その、いや、踊ってらっしゃる、結構あちこちでイベントありますでしょう、うん、生はない、ね、生はないか、珍しいね、それも。ぜひ、なんか漫画が出てくるんですけどね。漫画とは
どんなイラストで踊ってる絵とか。ああそういうこと多いね、そういうのね。いやよく小さい時に見てたアニメ、うん、で、うん、よく踊るフランのイメージがある。へー、うん、でも全く一回見たことないね、生を。多分ないです、ね、あ、そうなんか、そっかそっか。なんかね、初めはね、なんか全部同じに見えるというかね、あ、分からへんのけど、もうなんかね、そのリズムにね、だんだんハマっていくの。何も分かんないのよ、曲も分かんないし、振りも分かんないんだけど、そのなんか空気感、なんかね、だんだん癒されてくる。気持ちよくなってきて、だいたいみんな笑顔で踊らはるのよ。そうなんです。あんなにね、満面の笑みでね、なんかずっと踊る曲ってあんまりないかもしれない。だから一度その全部に意味があるみたいな、うん、そうです、うん、それもちょっと教えてもらいましょうよ、ねね、うん、だからだいたいそもそもフラっていうのはどういう発祥なのかですね。発祥はですね、あのハワイアンの元々のその欧米人がハワイを発見する以前に住んでたハワイアンの方たちの宗教の儀式やったんですよ。ね、まあいうところのそのお祈りの言葉的なもの、あのイメージで言うとちょっとお経みたいな感じですね。そういうのに合わせて振りをつけて、その内容を手手話と、まあ、ステップで表現したのがフラの発祥といいますか。なるほど、うん、確かになんか娯楽性よりはちょっと神聖な感じがしますよ ね、うん、すね、うん、神様とかそういう、うん、なんか自然にお礼を言ったみたいなね。で、もともとのハワイアンの方たちの宗教っていうのも今はねキリスト教ですけど、うんうんうん、日本と同じで、はい、山やったり、そうです、八百万の神様みたいな、うん、そういうのに、あの、あ、だからなんか癒されるのかな、うん、そうかもしれないです、ね、うん、なるほど。そしたらね、今日はね、せっかく来てくださったのでね、あの聞いたことない人もいっぱいいると思うので、そのハワイアンの曲っていうのをね、それで踊ってらっしゃるんですよ。その曲は聴いていただきたいのですけれども、なかなかその音源をこうアップできる音源が難しくって、うん、ここでね生で誰かが即興で歌ったりするとね、大丈夫なんですけど、それがちょっとできないので、今日はちょっと一つ選んでいただいた曲を聴いていただきたいと思います。ただまあそれはYouTube で編集してアップさせていただくときには載せれないので、今生で聞いてらっしゃる方は聞いていただけると思うんですけどYouTube ではね、と聞けないと思います。はい、じゃあ先生紹介していただいて、その曲をかけていただきたいと思います。はいはい、曲名はプアリリレフワと言いまして、作者が自分の奥様のために愛しさを歌った歌になります。はい、はい、ではお聴きください。プラプラパッシャープヒデゾンのコーナー、イエイ、ありがとうございます。本来でしたらね、ここ、うん、ヒデゾンのコーナーということで、彼はねこう見えますミュージシャンなんですよ。あ、ギター弾いてねオリジナル曲をガーッとブワーッと歌う人なんですけれども、はい、でもせっかくね先生来てくださってるので、はい、フラの、ね、なんかその、うん、手でなん手話みたいなやつ、うん、それをちょっといくつか習いましょうよ。そうですね、はい、でヒデゾンもなんかライブでみんなにこうできるやん。そうですね、だから教えてほしい単語を言って、それを教えてもらおうな、うん、よろしくお願いします。あ、お願いします。一つはうさぎ。うさぎ、うさぎはうさぎは出てきたことないですね。ハワイ語でうさぎ。ハワイにいるの？うさぎいないですか？踊りに出てきたことないな、うん、そういえばうさぎは出てきたことないですね。できれば薄ピンクがいいですね。薄いピンクのウサギ、はい、振りかけようかっていうのは、うん、ちょっと自分の、うん、歌を作ってる一言で、うんうん、そのね、ウサギのちょっと物語をちょっと書いてて、うん、ちょっとそうなんですか。ちょっとね、ウサギは出てきたことがないし、わからないです。そうですか、もっと違うやつで、自然のなんか自然、うん、あ
自然現象、現象じゃないな、自然現象、まあああいう人でもいいんですか。人はいないですよね。でもあなたとか私みたいなのも男の人とか女の人とかっていう分類で、あそうか、うん、男やとカネって言って、で女やとワヒネって言いますけど、それもあるんですか。ありますよ。カネはこうなんか偉そうにしてるみたいな。あ男の人は、うん、男の人はこれ。で女の人はこう女の人のボディを描くように。これがワヒネ。やっぱこうなってるんで。そうなんか胸があってウエストがあってお尻があってみたいなみたいな感じで、こう人の形を表してる。あこれで女性。女性です。じゃあ偉そうじゃない男の人ってなると。偉そうじゃない男の人。もうちょっと優しい。優しいはどういうふうですか。優しいは何だろう。優しいというかその穏やかとか、そういうと言うとこうこふわっとこう流れがゆっくりしてる、感じもありますし、ゆっくりした男の人ちょっと人で使うかな、どうやろうな。風がゆっくりしてるとか、ね、波が静かとか、そういう場合は使いますね。じゃあ波とこれはどう使い分けるの。波はどうなってるんですか。波はねこういうこうなる、こういうどういうのかな、サーフィンするときに乗るような波のイメージ。風はねこう頭の上をこうふわっと巻いてる。風とかちょっと歌に入りそうじゃない。風とか月とか。月はね、もう円形でこう、マヒナって言うんですけど。月は満月なんですか。満月ですね。三日月はやったことないですね。一回やった。で太陽とかお月さんはこうなんですよ。太陽もこうなんですか。太陽もこうなんです。一緒なんですか。一緒です、振りは。太陽はラーって言って、でお月さんマヒナ。なんかね、ラーはさ、なんかロゴで太陽のマークでラーっていうの見たことある、あ、そうですか、あれ太陽ってことなんや。そうなんです。なるほど。ラーってあれじゃないですか、エジプトの方かなんかかもしれませんよね。ほんまに太陽のマークでね、ラーっていうロゴ見たことありますね。ほう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 、あっちもそういうんですか。そうかもしれませんよ。もしかしたらそうなんかな。ああでもそれを全部覚えたら、歌詞さえ覚えたら、まあまあ踊れるってことなんですね。そうですね。同じのさっき言った波でも、右側でやる場合もあるし、真ん中でやるとか、でその違いはその振り付けをされる方の感性で違うので、はい、まあ、うちはそのイリマフラスタジオの曲をずっと習ってるので、彼女の振り付けをやってるんで、その払うさんによって全然違ってくるんで、ほんま見事全然違うの。全く違う。でもそのテンポもテンポは同じ曲で踊る。テンポはね、曲もだからバンド演奏してはるバンドさんのどのバンドさんを選ぶかによってもまた変わってくるんで。イメージはゆっくりしてるんですけど、早かったらあるんですか。ありますあります。あ、そう、めちゃくちゃ早い曲。なんかね、面白いやつあったよ。なんかね、車ですごい急いで走ってて、ホロホロですかね、ドライブしましょうとかいうやつは結構テンポがよくて、結構早い曲ありますよ。楽器を使うウリウリとか、プイリとかって言って、ウリウリはこの赤い羽のついたマラカスに赤い羽がついたようなやつがあるんですけど、それをバーって振りながら踊るとか、そういうのはだいたい早いテンポの曲であるんですけど、いや、ほんで、まあ、例えば男性でね、って思うと、めっちゃ真っ黒にならなあかんのかなと思うんですけどね、僕ね日焼けがしたくないんです。したくないないんです。もうずっと夏に白くいるのが、男前だとずっと思ってるんです。別に色は全然色関係ないですけどね。そんなことない、ない、全然。イメージ、まあ、ハワイに住んでらっしゃる現地の方が踊られることが多いので、男性とか特に。そうするとやっぱりどうしても日焼けはしたはるので、黒い感じは多いですけど、今日本の男性も結構
いらっしゃいますけど、そんなに焼けてはない、ね、真っ白にしたいんですよ。真っ白、真っ白。じゃあ、 出歩かはるときは帽子かぶってみたいな感じですか。そうですね、できるだけ縫って、ね、そういえば日焼けしてないね。夏に白くいたいんですよね。できれば冬はまあ、まあ焼けへんのでね、まあまあいいんですけどね。夏に白いのがかっこいいですよね。まあね、それはあまりね、自分の意識やからね、好きなようにいい人、あんまり焼けない方がね、お肌にはいいです。健康にはいいと思う。先生方みんな白いよ。あ、そうでしょ。そんな日焼けしてる人なんか全然いないよ。焼けたらもうダメでしょ、この年で。一緒ならないんじゃない。ダメですよ。あ、そうですか。まあでも焼けません、外ですもんね。いや、そんなことないんですよ。ないですか。レッスンは基本全部中ですし、外のイベントの場はなかなかないですよ、うん、今特にね、もう夏場は、うん、危ないし、そう、事故起きるでしょ。熱中症になる確率が高いので、見てるお客さんも大変だし、ちょっとやっぱり昔よりは減ってきてますね。涼しいところで、そうそうそう、ホールとか感じましょう。まあその方が見れますよね、うん、ちゃんとね。お客さん地獄だもん。そう、暑すぎて、うん、そうですね、うん、冬はしないですか。冬もありますよ。なんかホールの中とかやっとめっちゃ暖かいので、まあぜひ一回招待します、来てください。今覚えましたから、これが太陽、はい、はい、月も一緒、月も一緒で変に曲げないこと。女性は女の嫉妬、そう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 、男の嫉妬、優しい人、優しい男の嫉妬。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ先生の、プチプチ講座でした、はい、ありがとうございました。これで一人やの、アイアン、次回はファンを一人増やすということで、はい、でも来てる人は見てはると思います。これすごいよ、ハワイのお土産だよ、これ、ね、どう見てもハワイのお土産ですよね。ありがとうございます。私もこれ大好きなんですよ。あ、そうなんですか。もう食べてください。めっちゃ大好きなんですよ。美味しいですよね。はい、もう豆系大好きです。豆系大好きです。はい、じゃあこれでなんかいい、はい、はい、デゾー君の曲を一曲聴いていただきたいと思います。はい、それでは聞いてください。ヒデゾーで無題。飛べない鳥、飛ぼうとしない。
って信じている。それでも鳥であり続けていることを忘れないで。スポンサーからのお知らせです。小林寿美機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、
環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとう散歩よし系を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した経営活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号妖怪地南高校前にあります。電話番号は0723-2233 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、すいません、スポンサーの電話番号を間違えるというもう大失態を犯してしまいました。もう一回言っときます。0748です。0748-23-2233でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では田中先生、引き続きまして、はいはい、あと少しですがよろしくお願いします。はい、お願いします。もっといっぱい聞きたことがあったんですけど、ちょっと長くひでぞくにいろんなことを教えていただいてありがとうございます。こちらこそ。フラと関係ないことも一つぐらい聞かせていただいていいでしょうかね。はい、これ音楽番組なんですけど、なんかフラ以外で音楽とか聞かはることってあるんですか。最近はあんまりないんですけど、はい、ハワイアンミュージックばっかりなんで、はい、昔ですね、大学の頃とかに、はい、松任谷由実さん、ユーミンに結構ハマってまして。あ、そうですか。そうなんですよ。で、今もちょっと聞けないんですけど、はい、CD より前でレコード、レコードで聞いてらっしゃった。そうなんですよ。で、結構今も置いてあるんですか。置いてあります。レコードのその聞く方が、ま、荒井由実の時ですか。荒井由実です。荒井由実の頃の方が好きな曲が多いですけどね。そうですか。うん、なんかこれっていう曲好きっていうのは何かあります。私ね、ふと渡る風がちょっとね、悲しい曲ですけど、あ、でもなんか自然な感じ、うん、ちょうど高校とかそれぐらいの時の曲ですよね。そうです、そうです。同じ世代ですからね。同じ世代ですけどね。そうなんですよ。なるほど。そう、ハマりましたね。大好きでしたね。確かに自然な感じでした。今はね、あんな風にゴージャスな感じになられてますけどね。コンサートとかはね、うん、結構派手な感じですけど、デビューされた時はもっとナチュラルなというか。そうですね、荒井由実の頃、そうですね、気張らない声だし、うんうん、なんか好きになられるのが分かるような気がする。うん、そうですか。はい、そうなんです。なんかたまにはカラオケで歌ったりとかもしはるんですか。いや、歌が苦手でね、下手なんですよ。うん、もうだから全然カラオケ行っても人の聞いて喜んでるだけで。そうですか。そうなんです。あ、でもね、何でもかんでもできたらね、嫌がられますからね。そ何もできません。うですか。そしたらね、これからね、まあ、生徒さんもいっぱいおられるし、先生で慕っておられるしね、まだまだね頑張っていかれると思うんですけど、なんか田中先生のこれから先の夢とか、うん、なんかどうしたいとか何かあるんですか。そうですね、ちょっと身近なね、近々のことなんですけど、はい、来年がちょうど35周年、はい、結成35周年を迎え、ありがとうございます、迎えるので、はい、それの、まあ、言うと発表会をちょっと向けて、みんなでちょっと頑張っていこうかなというところがあるので、それをまあ成功させるをちょっと今のところは目標に、みんなで頑張っていこうかと思ってます。各校教室でその発表会をされるっていうのはね、なかなか大きなステップで、皆さんそれにガッと力を合わせはるんですよ。その発表会って言わないんですよ。ほいけって言います。ほいけ、ほいけ、発表会って言わないんですよ。でもそれ分からないですよね、知らん人。分かんない、分かんないですよね。ほいけとパッと言われてもね、うん、今度ほいけあるんですよ、うん、って言って、うん、みんな普通にそういう風に喋ってるんですけど、だ全然知らん人聞いたら何のこと か, そうです、ね、誰が来はんやろうって思ってます、うん、なんですね、はい、そうなんです。それあ、でも今日いくつかね覚えて帰ってください、
じゃあ35周年向けて皆さん、はい、頑張っていただいて、うん、新しい曲も覚えて、うんうん、頑張っていっていただく、またそこを通り越したらまた次がね、そうですね、きっと何らかまた見えてきはるんでしょうね、うん、そうですね、まずまあ5年に一度しかしないんですよ、うちは。だから他の教室だと3年に一度とかされてる、それは自由なんですね。自由です、自由です、うん、で、まあ、毎年はあまりないかもしれないですけど、で、まあ、ちょっと5年に一遍なので、あのお年いた方たちはもう最後やとかって言ってはる人もいるんですけどあのうちの一番最高齢が90歳なので、すごいな、 でその方にしたら本当に最後になるかもしれないんですけど、まだ次も来られるかもしれませんけどね、お元気なんで。ありますよ、95でしょ、大丈夫ですよきっとなのでちょっとね、楽しみですね、うん、頑張って皆さんのためにも、はい、ぜひいいステージを、はい、してください、頑張ろうと思います、ありがとうございます、はい、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います、はい、メールもね1個来てますので、もう1個来たんですか、ありがとうございます、番組にメールが、はいはい、それをちょっと読ませていただきますので、先生も一緒に答えてあげていただくなり、一緒に笑いましょう、笑う面白いねメール送ってくださる方があるんですよ、はい、あ、ラックスビルさんいただいてます、ありがとうございます、ちょっと質問なので聞いてください。いつも楽しく聞かさせていただいています。ところで大阪でサミットが行われますが、世界の諸問題を解決してくれそうなのは次のうちどれでしょうか、お答えください。1つ目、エネルギー問題を解決してくれるマイクロ波発電、2つ目、食料問題を解決するかもしれない昆虫食品、3つ目、労働者問題を解決してくれるかわからない AI、 4つ目、元気があれば何でもできる一点集中杉山さなお先生意味わからない先生ごめんな、ついてきてな、なんか保育がどんな意味かわからへんって言ってる秀蔵君と同じ状態に今先生はなってはるんやけど、この4つの中からまあ一応選んでください、あの別に何の罰則もございませんので、じゃあとりあえずじゃあ秀蔵君から選んでください。私とマイクロ波発電か昆虫食品か、うん、AI か杉江正直か、私杉江正直、はい、杉江正直一票です、はい、ありがとうございます。じゃあ今日出演が多い天の声さんはどうしましょう。珍しい、なんか1から3真面目ですね。真面目ですね、珍しいんですか真面目が、はい、珍しいです、ま、真面目に答えてあげてください。こ1から3全部ね、面白いですよね、これは有力なものですね、なかなかいいと思います、うん、ということは、はい、4かな、杉山さんの杉山さんの2票いただきました。じゃあここで先生の出番です、ここでバッチリ決めていただきたいと思います。めっちゃ不利じゃないですかそれどうでしょうマイクロ発電か昆虫食品か、ね、AI か杉山さんのです。やっぱりね、食料問題は大事ですからね、大事ですからね、やっぱり人間食べていかないとね、そうです、はい、だから4番ですかね面白い先生ナイスです、ありがとうございます。じゃあもう私が答えるまでもなく3票いただきました、杉山さなおさんです、イエーイ、はい、杉山さなおさんが世界の諸問題を解決してくれるということで一件落着でございます、はい、あとすごいですね、よく読んでくださいました、ありがとうございます状況を。それではもう一つ、はい、あ、もう来てますよ、なんかあっちゃん大好きようこさんからあっちゃん大好きようこさんありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。もうこれこの通り読んだら大変です、あっちゃーんどうちょんです、はい、名古屋からうっすらですが音が入ってます。うっすら、うっすら音が入る、どういうこと、頑張って名古屋からエール送ってますよ、ありがとう、ちゃん大好きお子さん、ありがとうございます。私も大好き。どういうお知り合いでいらっしゃいますか。私が今あの支持してます、はい、そのクムの、クム、はい、イリマフラスタジオのクムの、はい、イリマフラスタジオジャパンっていうのが日本にあるんですけれども、うん、そこで一緒に学んでる、そうですか、はい、庭陽子さんと名古屋の先生なんですけれど、そうですか、はい、先生なんですね。そうなんです、なんかノリのいい先生、そう、めちゃくちゃノリがいいですね。じゃーんって言うとあります、どこにいてもすぐに彼女がいるのが分かるというぐらい、いいですね、はい、明るい方ですね、もうこういう服大好きだと思いますね、多分ラーそのものなんですね。そうですね、そうですね、太陽ですね、ラーのような陽子さんです、そうです、だから太陽の陽ですもん、そうです、そうですね、
うん、本当に素晴らしいわ。じゃあラーコさんって呼んだらいいんじゃないの？これからそう言いますわ。ラーコさん、また出会ったら握手してください、ね、はい、ありがとうございます。じゃあお知らせがいっぱいあったのにもう時間がないんですけど、行けるところまで行ってみましょう。はい、ライブとかいろいろお知らせをさせていただいております。もうね、いろいろつながってまして、まず9月に開催されるビアコハワイアンフェスティバルっていうののお知らせをさせていただいて思います。ビアコハワイアンフェスティバル、今年は9月14、15、そこね3連休なんです。その土日に開催させていただきます。今ちょうど募集中です。7月末まで募集してますので、これを聞いておられる名古屋のラーコさんもよろしければ参加してください。詳しくは田中先生に聞いてください、はい、よろしくお願いします。先生もぜひ参加してください、はい、お待ちしております、はい、今度第10回でございます、はい、10回ですか。第10回でございます。もう10回なんですね、はい、私が20歳からしてても30になりました。笑いすぎです、すいません。笑いすぎです、天の声さ ん、はい、次です。豊里町すぐ近くなんですけどね、そこでありますアジサイコンサート、6月23日の日曜日、次の日曜日ですよね、プラプラーナさんが宮原春彦さんと、佐々木由香さん2人でコンサートしていただきます。2時半から1時間です。無料です。来てください。豊里宝永の里です。同じく7月7日七夕の日にその宝永の里で、七夕コンサートがあります。これはこの間ここでゲストに来てくれたかなちゃんが歌のお姉さんになります。でピアノをおかみさんが弾いてくれます。これも無料です。2時半から宝永の里来てください。それともう一個、7月7日同じ日にあります、命をつなぐジャズコンサートです。殺されていく子どもたちを救おうと、犬猫ちゃんを救おうということで始まった第6回チャリティーコンサートです。7月7日1時半から4時まで開かれますのでぜひ来てくださいね。滋賀県動物保護管理センターで開かれます。まあ、この命をつなぐジャズコンサートっていうので弾いていただいたら出てきますのでお越しください。これも無料です。すごいプロのジャズメンバーがいっぱい出てくれます。ここへ来て犬も猫も触れ合いますのでね、来てください。これも7日です、はい、先生ありがとうございました。もう1時間経っちゃいました。そうですね、案外早かったなと。またぜひ来てください。はい、ありがとうございます。今日先生に生の礼をいただきました。本当にありがとうございます。大変にします。お粗末でした。では最後にさっき言ってましたスイスから来た子どもたちのバンドの曲をもう一曲聴いてもらって終わりたいと思います。これは東北のね震災のことを応援するための歌を彼らも演奏している曲になっています。心一つっていう曲を聴いてお別れしたいと思います。田中先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。35周年頑張ってください。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。来月も聴いてね。バイバイ。その日まで手を取り心ひとつに緑に茂る木々青く高い空その日まで心ひとつに涙こらえて君の夢捨てず光に満ちた明日を信じよう。風が踊る朝月が語る夜その日まで手を取り心ひとつに
that the tears never drop on your cheeks, that your dreams never go away, let the hopes never disappear, good times will come here, till the winds will dance with you, till the moon will talk to you, take my hand, take my heart, I am here for you, with you. Take my hand, take my heart, I am here for you, with you. その日まで手を取り、心ひとつに。Take my handTake my heart, I am here for you, with you. その日まで手を取り、心ひとつに、心ひとつに。